北大阪急行電鉄。北大阪急行電鉄株式会社。北大阪急行電鉄。英称。北大阪急行レイルウェイ CEO。LTD は、大阪府豊中市と水田市の市境付近を走る、鉄道を運営している、鉄道会社。北大阪急行、北急と略称される。社門は、輸送の安全と平和を二羽の鳩で象徴するとともに、鳩の姿を借りて、 北大阪急行の北と大の文字を意味している。地里ニュータウンと日本万国博覧会、大阪万博の会場アクセスのために、阪急電鉄と大阪府などが出資して設立された第三セクター会社であるが、阪急阪神ホールディングスの100%子会社である急電鉄が株式の過半数を保有しており、阪急阪神東方グループの一社ともなっている。 全営業区間は5 9トルと短いが、準大手施設に分類されている。本社所在地は、大阪府豊中市寺内2丁目4番1号で、緑地公園駅に併設されている。コーポレートカラーは、赤、乗り入れ先の未動数時線に準じた色と、マルーン、親会社の阪急電鉄の系列カラーのツートンカラー。スルッと関西でカードに印字される符号わけである。 北大阪急行電鉄株式会社は1967年、昭和42年12月11日に、当時の京阪神急行電鉄、後の阪急電鉄、以下、阪急と略すの子会社として設立された。路線は、当初、相互直通運転を行っている、地下鉄御堂筋線、当時は、大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロの延伸線。 そして日本万国博覧会、大阪万博会場への路線として計画された。当初計画では、御堂筋線のこの地域への延長は早くて1971年度を想定していた。だが、1965年に日本万国博覧会の地里丘陵での開催が決定し自体は一変する。会場へのアクセス路線として重要視されたため、地下鉄坂筋線、 阪急千里線延伸線ともども早期着工を促されたのである。しかし、大阪市側の動きは遅かった。大阪市域外のため、当該自治体である、つ田市並びに、豊中市との協議が必要となる上に、大阪府の補助金が出ないことや、そもそも市域外に地下鉄を建設すること、計画自体は、戦前から猪木坂への延伸計画があったがに、 対する市民の理解を得られるかという懸念、建設費と万博閉幕後に発生するであろう莫大な赤字、そして未動筋線のパンクなど、これらがネックであった。ついには、会場輸送は江坂駅からのバスで十分という態度にまで出る始末であった。同時に依頼されていた阪急も同様の考えであり、早々と自社線の会場への直接延伸は諦めていた。 路線計画に積極的だったのは財団法人日本版国博覧会協会と府消極的だったのは市と阪急であった。路線延伸計画に積極的だった協会と府は三木武雄通産大臣兼万博担当大臣の朝廷は補ぎ、市と阪急に改めてプラン提示を要求した。大阪市は建設費を百二十億の二百六億円と試算し、 阪急は86億から115億円と試算した。その結果、比較的費用を安く抑えられる阪急案が採用され、路線自体も阪急主導で設立されることになった。1970年、昭和45年2月24日、南北線、海上線、江が千里中央、仮駅から万国博中央区地間が開業。万国博開催中、里中央。 カリ駅からマン国白中央口駅間は、現在の中国自動車道の上り線部分を、海上線として使用した。マン国白閉幕後の同年9月14日、海上線千里中央、カリ駅からマン国白中央口間が廃止され、現在の千里中央駅が開業。駅そのものは事前に、県済み。海上線廃線後のうち地上部分は、中国自動車道上り線に転用され、 トンネル部分は資材置き場として現存している大阪万博の交通も参照。また、万国博会場への大量な旅客輸送での収益で建設費を消却できたことに加え、会場線の撤去費用は跡地に中国自動車道の建設が決定済みだったので国が負担し、北大阪急行としてはほとんど支出がなかったことは、現在も初乗り運賃、2017年4月1日。 現在100円を低金額で設定できている理由の一つである。利用客も多く黒字経営で順、大手私鉄に分類されているが、距離的に短いことや、未動筋線との相互直通運転を行っていることから、未動筋線の一部という認識が多い。しかし、沿線では初乗り運賃が安い一方、地下鉄への乗り継ぎ運賃に割高感があることなどにより、 地下鉄とは別であることは広く知られている。駅の一覧、運行形態などは以下の項目を参照のこと。2000型と8000型は半球系列のアルナ後期制であったが、9000型は近鉄グループの近畿車両制である。大人普通旅客運賃、小には半額10円未満切り上げ。2017年4月1日改定。大距離区間運賃であり。 一駅先までが一区、同様に二駅で二区、三駅で三区となっている。また、営業キロ持ち里中央桃山台間と、桃山台緑地公園間が 2.0km、緑地公園江坂間が 1.9km となっており、おおむね等間隔である。2014年、平成26年3月31日までの一区運賃の大人80円は、 日本国内の鉄道で最も低額の運賃であった。低廉な運賃体系は地下鉄未動筋線との相互直通運転が行われることから輸送人員が日に多くかつに車間をまたいで乗車する利用客が非常に多いこと、両路線をまたいで利用すると2車の運賃がそれぞれ必要となることから割高感を抑えていること及び徹底した。 合理化が行われていることなどにより実現しているが、開業時から万国白閉幕後の運営について考慮された結果、建設費の償還を期間中にできるだけ進めるという目論みがなされ、実際には想定以上の結果、運賃収入を得られたことも大きな理由である。2016年、平成28年12月16日、安全関係への投資などを理由に、 1>, 1区2区運賃を10円、3区運賃を20円、値上げする、旨の発表を行った。値上げ実施日は2017年4月1日。実施後の初乗り運賃は100円となり、若狭鉄道や岡山電気軌道などと並ぶ。江坂駅で、北大阪急行の1区2区と大阪メトロの1区、大人180円の運賃区間を乗り継ぐときは、大人運賃で両者それぞれ10円。 合計20円が割引される、小児半額。北大阪急行の本来の運賃は停電である。ことも、相まって、2社を乗り継いでいるにもかかわらず割高感を、できるだけ抑えている。なお、乗り継ぎ割引適用となる具体的な区間は、桃山台、緑地公園東三国、新大阪の総互間である。スルッと関西対応のプリペイドカード、レジオンカードは、 2017年3月31日で発売を終了し、2017年4月1日より、阪急、阪神、野瀬電鉄、北大阪急行電鉄専用の、阪急阪神の瀬北急レールウェイカードを発売している。そのレールウェイカードも2019年春頃をもって発売を終了し、同年秋頃をめどに利用終了する予定である。なお、なお、 千佐中央駅構内の売店では、阪急電鉄のラガールカードを購入することができた。2006年2月1日より IC カード乗車券としてポストペイ式のピタパを導入し、同時に JR 西日本のプリペイド式 IC 乗車カード i c o c が2013年3月23日には交通系 IC カード全国総合利用オフィスへの対応を開始し、追加。 パスモなども利用できるようになっている。2019年春より、北大阪急行電鉄においてもプリペイド式 IC、乗車カードの愛イ化及および愛イ化定期券の発売を開始する予定である。阪急電鉄西宮北口駅言いまず、南線ホームの高架化工事においては、北大阪急行電鉄が、国土交通省の鉄道駅、総合改善事業における、 補助金を受けられる第三セクターであることから事業主体となった。現在、南北線は千里中央駅が終点であるが、さらに北、美濃市、茅野まで約2 5トル延伸する計画がある。営業中の千里中央までの区間と同様、新美道筋に総コースに付設する計画である。計画の実現により、延伸先の終点に美濃茅野駅、 途中の船場団地付近に、美濃船場半大前駅の二駅が新設される予定。2018年6月5日、美濃市が仮称を新美濃駅としていた、延伸区間の終点駅の候補駅を、美濃岡茅野駅、美濃船場駅としていた、中間駅の候補駅名を、美濃船場半大前駅とすると発表した。営業主体の北大阪急行電鉄が国へ手続きを行い、 同年7月24日にこの名称で正式決定した。千里中央駅から美濃船場半大前駅の北までが近く間の予定であり、新美濃筋の南駅線のもとに地下線が建設される予定である。また、伊北は高架区間の予定であり、終点の美濃茅野の駅は新美濃筋の東側に高架駅として建設される予定となっており、美濃市によって、 駅用地が確保されている。地里中央、茅野場の住民は、阪急バスが運行するバスの利用が現在主流であり、大幅な利便性の向上が期待されている。なお、計画されている、美濃茅野駅と、現在ある阪急電鉄美濃線美濃駅とは、約 1.8km 離れている。1989年、平成元年に、運輸政策審議会、 大阪県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について、東新第10号において、北大阪急行南北線の延伸線、千里中央美能中部間が2005年、平成17年までに整備に着手することが適当である区間として位置づけられた。2004年、平成16年10月には、国土交通省近畿運輸局長の諮問機関、 近地方交通審議会が取りまとめた近畿圏における望ましい交通のあり方、答申第8号で、京阪神権において中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する新たな路線の一つに位置づけれた。不確定要素が多く、国の答申に位置づけられてから約20年間具体的な話が進んでいなかったが、2008年、 平成20年8月24日投開票の美濃市長選挙において当選した倉田哲郎が市長として初登庁多際、北大阪急行線を美濃まで延伸するため、一期目の間に事業家の目処をつけたい。約20年前に計画ができてから、具体的に何も進んでいない。掛け声ばかりは嫌なので、国へ強く働きかけていきたい。初仕事として、明日早速国、 国土交通省に要望に行きたいと話すなど意欲を示した。倉田は、美濃市長就任後、新たに美濃市に地域創造部北大阪鉄道延伸化を発足させるほか、建設に備えた基金の積み立てを開始した。また、市と北大阪急行電鉄、大阪府、阪急電鉄の4社で事業化に向けた協力を定める覚書を締結し、上記4社に国や 学識経験者なども加えた北大阪急行線延伸検討委員会を組織して2年にわた整備計画案の検討を行った。2010年平成22年1月15日に北大阪急行線延伸検討委員会は2018年の開通を目指す整備計画案を策定、公表した。その中では終日8分間隔運転。 初乗り運賃140から150円の前提で、1日、あたりの需要を、中間駅の美濃船場、当時の過小。あとに、美濃船場半代前と、駅名決定まで約12,500人、終点の新美濃、当時の過小。あとに、美濃茅野と、駅名決定まで、約39,500人が想定されるとした。北大阪急行電鉄と、阪急電鉄は、 同委員会のメンバーであったが、2010年時点では、いずれも本件について、会社としては公式の発表を行っていなかった。鉄道事業者側は建設の負担について慎重な姿勢を崩しておらず、親会社の阪急電鉄は、隣接する当社の千里線、未納線への影響と対策が示されないと、三角の意思決定をできる段階にはならないというスタンスで、あると報じられていた。 当時の大阪府知事の橋本徹は、2010年2月22日の、美能市議との意見交換会で、市議会で、大阪、伊丹空港廃止を決議してくれれば、北大阪急行の延伸は、全力で支えると述べた。この間、美能市は、国土交通省との交渉を続けており、2010年末、頃、補助率の高い社会資本整備総合交付金を、 延伸事業に導入することが認められた。これを受け、2012年、平成24年3月には、見直し、北大阪急行電鉄、大阪府、阪急電鉄の4社で、北大阪急行線の延伸にかかる事業調査に関する覚書を締結し、社会資本整備総合交付金を活用して、共同で本格的な事業調査を開始することとなった。 2013年12月、美濃市長、倉田哲郎との間で、延伸事業化の協議が進んでいることを、大阪府知事、松井一郎が公表し、2014年、平成26年3月31日には、延伸に向けた正式な事業化について、大阪府、美濃市、北大阪急行電鉄、阪急電鉄の4社で、基本的合意を締結し、 開業目標を2020年度とする北大阪急行線の延伸実現へ向けて動き出した。この延伸の準備で所要車両数を増加させる必要もあり、北大阪急行電鉄では2014年より9000型を投入している。2015年平成27年12月1日、国土交通省の運輸審議会は北大阪急行電鉄から出されていた。 延伸区間の軌道特許申請につき、軌道法上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申し立てがなされまたは、予想されるような案件ではないことを確認したと、発表し、事業化に近づいたと報じられた。同年12月25日、大阪府美濃市方面、新美濃、当時の歌唱、後の美濃海野の駅までの延伸計画について、 国土交通大臣から、千里中央美濃船場、当時の仮称後の美濃船場半代前間の、第一子鉄道事業の許可と、美濃船場、後の美濃船場半代前から新美濃、後の美能茅野間の起動事業の特許を受けた。2017年、平成29年1月19日から着工し、2020年度の開業を目指す。2018年6月5日、 新設二駅の駅名案が発表され、仮称を、美濃船場駅としていた、中間駅を美濃船場半大前駅、新美濃駅としていた、終点駅を美濃岡屋の駅に、駅名案の通り決定した。沿線開発については、美濃船場半大前駅付近への誘致活動が行われていた、国立循環器病研究センターは、当地には建設されないことになった。その後、 美濃市と大阪大学は関西スポーツ科学ヘルスケア総合センター歌唱構想を公表し検討を進めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。